こんにちはくんです。ということで、ちょっと待って。趣旨違うくない？はい。こんにちはくんです。ということで、今回はポータルクラフトをやっていこうと思うわけですが、ちょっと亀パワーが誤作動によってすごいことになって、何これ。なんかポータルをね、で遊ぶモッドを、作ってくれたらしくて、あれ？どうなってんのこれ。不思議なポータルモッド企画準備、カメスタ。あれなんか俺大きくなってね？これさ、なんか大きさもしかしてどんどん大きくなるとかこれ。ポータルくぐればくぐるほど大きくなるぞ。ほら。どうなってんのこれ。目の前に俺見いる。俺ちっちゃい。このちっちゃくなっちゃった。もう一回くぐりたい。くぐれない。だから段差が足りなくてくぐれねえぞ。カメスタくん説明の方お願いします。はい。カメスタくん説明をお願いします。どこ？カメスタくん、説明をお願い。カメスタくん、俺ここだよ。カメスタくん、ちっちゃすぎて見えないのか、これ。今日はすぐ重くなるので、クリーンにすることを慎重に選んでくださいね。多分もう、この景色を見ると、慎重なんて文字はないような気がするんだけど、この現状を見ると。慎重さなんて必要なの？このモッドで。さらに。ポータルを増やしすぎるとやばい。あー。なるほどね。まあ、それはちょっとなんか実感したかも。ここが大きくなるのか？あれ、小さくなった？ん？これでかくなるの？これでかくなってる気がするな。なるほど。ここを何周も回ったらでかくなるってことか。おー。で、亀井さん、このポータルってのはどうやって設置するの？もうすでに重くなり始めてる。作り方を伝授するのでちょっと離れましょう。カメさんこれ、一回みんなこれ、リセットした方がいいよ、俺、ポータル消して。ちっちゃいウルンルート、ちっちゃいヤーケンド、ちっちゃいイケコール、かわいい。ミニサイズだ。かわいい、なんかこいつら。ちょっと一回リセットしましょう。TP してきて。はい。まず置きます。これですか。ポータルヘルパー。はい。で、もう一個置きます。おう。で、火をつけます。はい。あ？え？どうなってんのこれ。ん？え？は？え、俺がいる！え？これどういうこと？こっちに出てきて。え、これ IQ200 じゃねこのゲーム。カメさんちょっと移動してみて。え？あー、なるほど。はい。これがポータル。で、カメさんなんか大きくなる要素は？なんで大きくなったり小さくなったりしてんの？ポータルにその機能が付加されてんの？じゃあ次。はい。お、ちっちゃいっすね。ちっちゃいやつと、おっきいやつを、着火。はい。おお。ちっちゃいやつ、ん？あ、こっちからこっちに行ったらどんどん小さくなるってこと？逆にすると大きくなるのこれ。入れなくなったぞ。俺大きくなってる。亀坂ちょっと行ってみて。不思議だな。ちっちゃいやつから入るとでかくなるのか。あー。なるほど。ガリバートンネルだね。でもさ、亀下くんこれ大きくなったらさ、入れなくならない？ほら。なんだその魔法のステッキみたいなやつ。おい、なんか走ってきたぞ、進撃の巨人が。走ってきた。やばい。早っ。なんだこいつ。荒らされてる。地ならし食らってるわ、なんか。これで消す。ちょうだい。亀下くんちょうだい。あ、オッケー。これで。これ消せてんのこれ。あ？消せたってことこれ。ミークリックで、あ、なんか出てるよ。You are not pointing to any non-global portal. 消せないって出るんだけど。枠は飾りだから、ポータル自体にミークリック。あー、そういうこと？消えないね。ポータル自体消滅した。多分これ。ポータル自体なくなっちゃった。一個壊しちゃったから。チビポータル置くか、じゃあ。ほー。で、これで消すのか。消えないけど。待って、ちょ、自分で置いてみるわ。サイズがいつもと違うからやりづれんだよな。これポータルになったっしょ？これで消す。ん？
カメさんこれ消えないね。ポータルクリックしても。ポータルが消滅する、多分これ。あ、ポータルを消滅させる方法ってこと？この枠を消そうじゃないんだ。はい、勘違いしてました。で、これは？回転。回転？回転って何？難しい要素。行き先が回転します。やってみなきゃ分かんなそうだな。回転？じゃ、それは特攻の潜水艦です。あ、なんか分かったかも。なんか変なことになった。あ、なんだこれ。あ、騙し絵みたいになってる。 IQ200 じゃんこれ。だいな、これみんな理解できない。あ、ちょっと大きな鈴木姉さんいいね。なんか、あー、小さく、あの、窓でかすぎん。窓と暇人どうなってんのそれ。で、どうやって戻るん？もっとあるけど今日はこれだけで十分。あ、なんかみんな可愛いちっちゃい子。ちっちゃいのみんなでなんかあれしてんのか。え、相当ちっちゃいやついないのかあれ。アリおるわ、アリ。ここのポータルが一番なんかやりやすいね、やっぱり。じゃあ、みんなにクリエ配るか。とりあえず。俺もそこまで理解してるわけじゃないし。超巨大ポータルとか作ったらすげえちっちゃくなるのかな。やってみよう。あ、ポータルでき、あ、できた。ん？何も変わらん。なんか、何がどうなってるこれ。そのポータルなんかおかしくね？どことどこがどうつながってるのか。なんか俺多分ちっちゃくなってる。なんだこれ。これは回転したポータルか。はあ、あのさ、ポータル大きすぎてて、あの、どのポータルが何につながってるのか、ノルノルさんたくさんおる、なんか。ただ、こっちが行くと、あれか。ポータルの迷宮みたいになってる、これ多分、今。今回はみんなで迷路を作りましょう。はい、じゃあ全員クリエイティブにしまーす。はい。あの、大きい人たち、ちゃんと迷路作ってね。使いすぎに注意ね。超でっけえポータル作ろうぜ。なんでキー置いてんの、エビフライ。エビフなんか優しい巨人だな。なんか木を、ナノブロックみたい。確かにちっちゃいからな。全員巨人クラフト。え、鶏ももしかしてでっかくなんの。暇人やめろ、暇人やめろ。カクカクなってるお前。アイテムもでかくなる。あ、そうなんだ。これさ、俺が作ったやつじゃないやつとか使ったらさ、なんか勝手に繋がっちゃうとか発生しない？自分のってちゃんと認識されるのこれ。されなさそう。ん？されたな。これどこに繋がってるこれ。これどここれ。タコワサの目の前。あー、やっぱ俺のに繋がってんのがちゃんと。入れないな。ん？ん？え？なんか変なとこに繋がってないこれ。ちょっと待って。これどここれ。いや、もうわからん。もうわからんなった。何がどうなってるかわからん。え？ん？ん？頭おかしなるで、これ。すげえな、みんな作ってる。なぜかでかくなる鶏。暇人壊れる。暇人サーバー壊れるよ。壊れるよ、サーバー、これ。いや、まあやってみよう。物は試し。着火。もう一個ポータル作んないと、出口みたいな、入り口みたいなやつ。ちっちゃいポータル作んないとダメでしょ、これ。暇人が作、一人で作んないとダメなんだよ、今。エビフライいいな、なんか。なんか、ただの巨人クラフトになっちゃったな、ポータルクラフトのつもりが。普通の人間になりたい。無理だね。着火しないようになんか勝手に開通した。これ、ちゃんと迷路作る人ガチでいないと、これ、みんなでやったら多分無理だな、これ。すげえ、いろんなところに繋がってる、いろんなところが。小人間頑張れ。小人間もね、よくわかんないんだよね、これ。通過してる場所が。なんか、騙し絵みたいになっても、さっきから。おかしい様子が。まずい、小さくなる。よし。あ、これ紹介するの忘れてた。何？元の大きさに戻れるよ。それを先に言えた。なぜそれを先にしない？取れません。